1715年から1723年まで、ルイ15世の摂政を務めたオルレアンコフィリップ2世が収集した500点以上の非常に重要な絵画コレクション。1700年からフィリップ2世が死去する1723年までに収集されたものが大部分を占める。王族所有のコレクションが国家所有と同義だった多くのヨーロッパのコレクションとは異なり、 ほぼ間違いなく純粋なプライベートコレクションである。特に、イタリア絵画の私有コレクションとしてはおそらく最も有名で、多くの絵画が早くからパリで公開されており、後に、ロンドン、エディンバラなどでも一般に公開された。オルレアンコレクションの中核となっていたのは、スウェーデン女王クリスティーナが所有していた123点の絵画コレクションだった。 クリスティーナの絵画コレクションは30年戦争下の1632年にミュンヘンから同じく1648年にプラハからスウェーデン軍の戦利品として持ち去られスウェーデン王室コレクションに加えられた美術品が元になっていたフランス革命の後フィリップ2世の彦でオルレアン公爵を継いでいたルイ・フィリップ2世が コレクションを売却し、オルレアンコレクションの大部分は、イギリスの貴族で、第三代ブリッジモータ公、フランシス・エジャートンが購入した。現在では、元々のオルレアンコレクションの多くは散逸しているが、重要な絵画群は、今でもまとまった形で、世襲財産として代々受け継がれている。このような世襲財産として受け継がれている。 絵画群の一つにオルレアンコレクション由来の絵画16点を含むサザーランドローン別名ブリッジウォータローンがありスコットランド国立美術館やヨークシャーのカースルハワードで展示されている現在ロンドンのナショナルギャラリーには様々な方法で収集されたオルレアンコレクションの絵画25点が所蔵されているシンローマ皇帝ルドルフに制定マティアスから ボヘミア王位を追われた神聖ローマ皇帝の居城だったプラハ城からスウェーデン軍が略奪した絵画は熱心な美術品コレクターだった神聖ローマ皇帝ルドルフ2世が収集したものが多かったそのルドルフ2世のコレクションの大部分は神聖ローマ皇帝カール5世の下で最小を務めていたアントワーヌ・ド・グランベルが収集したコレクションであり コレクションを相続したグランベルの老いに対して、コレクションを売却するようにカール5世が強制した、ものである。グランベルは、当時屈指のプライベートコレクションの所有者で、ティツィアーノや、レオネ・レオーにはじめ多くの芸術家を庇護した人物で、著名な肖像画家アントニース・モルを庇護したのもグランベル、である。スウェーデン軍は、ハプスブルク家のコレクションの中でも最上級の、 美術品を奪い去ったが、現在ではそれらの美術品は、ウィーン、マドリード、プラハで公開されている。スウェーデン女王、クリスティーナ・カトリックに回収した時に、国外亡命を余儀なくされたこれら膨大な王室コレクションを相続したスウェーデン女王、クリスティーナは、1654年に王位をカール10世に譲り、自らはスウェーデンを離れて、諸外国を外遊している。 外遊時にクリスティーナが持参したのは80点程度の絵画、醸造、宝飾品、タペストリー72点など様々な美術品だった。その他の王室コレクションについてもカール10世に要求されるのを嫌い、大イ前に船でアントウェルペンへと持ち出している。クリスティーナはローマ滞在中にコレクションを大きく増やした。この時期に コレクションに加えられた作品として、ローマ近くの女子修道院から購入したラファエロが描いたコロンナの祭壇画の祭壇記団の小さな飾り絵御点などが挙げられる。またクリスティーナは当時美術品コレクターとして著名だったハプスブルク家のオーストリア大公、レオポルト・ビル・ヘルムからティツィアーノのアクタヨンの死を譲り受けたと考えられている。 クリスティーナはカトリックに改修後、カトリック諸国の王公貴族から、このような寄贈を多く受けており、逆に、スペイン王フェリペ4世が贈られたアルブレヒトデューラーの、アダムとイブのように、クリスティーナから、他のカトリック諸国へと寄贈された作品も存在する。クリスティーナの死後、コレクションは、数奇教デシオ・アッツォリーノが相続した。 しかし、アッツリーノも一年もしないうちに死去。コレクションは、アッツリーノの老いが相続し、さらにコレクションのうちイタリア絵画140点など275点の絵画が、ローマ教皇軍の司令官だったブラッチャーのコードン、リビオ・オデスカルキに売却されている。オデスカルキの死後の1713年にデスカルキの遺産相続者たちは、貿易省で著名な美術品コレクターであり、 オルレアンコフィリップ2世の絵画購入仲介入を務めていたピエール・クロザと長期にわたる絵画売却交渉を開始した。最終的にこの売却交渉が成立し、絵画がフィリップ2世に引き渡されたのは1721年になってからのことだった。フランスの美術専門家たちはクリスティーナが家屋内装に適したサイズにするために、 数枚の絵画を切り落としており、コレッジョやカルロ・マラッティラの作品に過度な修復を施したと非難している。オルレアンコレクションが収蔵されていたパレロワイヤル・クリスティーナのコレクションを含むオルレアンコレクションはオルレアン港のパリでの居城だったパレロワイヤルに収蔵され、主要な場所に飾られた。1727年の目録によれば、 オルレアンコレクションのうち15点の絵画のみがフィリップ2世の父オルレアン公フィリップ1世からの相続品となっている。この目録にある絵画がすべてフィリップ2世の所有とは限らないが、これらのコレクションが1727年に一般公開されたことは間違いない。1701年にフィリップ2世は父フィリップ1世の最初の妻、 アンリエッタ・アンヌから小規模ではあるが優れた美術コレクションを相続し、1702年には男色家でもあった父の愛人のフィリップ・ドロレーヌのコレクションも相続している。イギリス人美術史家、ジェラルド・ライトリンガーによれば、フィリップ2世が積極的に美術品収集を開始したのは1715年からで、この年はおじである、フランス王類14世が死去した年であり、 フィリップ2世が後継のフランス王ルイ15世の摂政に就任した年だった。また、フィリップ2世はスペイン王フェリッペ5世からフランス大使グラモン校に送られたボエジアンに由来するティツヤィーノ作の非常に重要な絵画3点をグラモン校から贈与されている。ラザロの蘇生セバスティアーノ・デル・ピヨンボ・ナショナル・ギャラリーの最初のコレクションとして収蔵番号。 NG1 が与えられているクリスティーナのコレクションをフィリップ2世が入手したのはフィリップ2世の最晩年のことでその他の絵画の大部分はフランス国内で購入したものだったフランスで購入した作品にはセバスティアーノ・デル・ピオンボのラザロの蘇生などがありフランス以外では1716年に数奇鏡ジェローム・デュボアのコレクションから購入した ニコラプスさん作の秘跡を描いた7点の連作などがある。リュボアの他にも、スーキ教、リシュリュー、マザランの遺産相続人から、ジャンバティスト・コルベールのコレクション由来の重要な絵画群を入手しており、さらに、ノアイユコーグラモンコーバンドームコーをはじめ、主要なフランスのコレクターから美術品を購入したという記録もある。 愛の偶意部別パオロベロネーゼベロネーゼが描いた4点の連作愛の偶意の1枚。愛の偶意は1637年のプラハの記録にローマ皇帝のコレクションとして最初に記録されておりスウェーデン王室コレクションを通じてオルレアンコレクションに加えられた。あとに1800年にロンドンで開催されたオークションでダーンリー博が落札し、 1890年に、相続人によって、ロンドンのナショナルギャラリーに売却された、オルレアンコレクションは、パレロアイアルの西に並んで伸びた、大きな特別室、蔵書棟に飾られ、小規模なオランダ絵画、フランドル絵画はより小さな部屋に飾られていた。当時のパレロアイアルは、フィリップ一世存命中の時代のままの調度品、磁期、壁飾りのままになっており、 1765年にパレロワイヤルを訪れた人の記録によれば、この宮殿以上に高価で美術的価値が高い調度品などで飾り立てられた場所は想像できないと言われるほどだった。絵画の配置は変更されることもあり、炎天上の天窓から降り注ぐ薄暗い太陽光の元での展示だったが、当時の美術愛好家からは光り輝くギャラリーと称賛されていた。 18世紀を通じて、オルレアンコレクションは最も目にしやすい、絵画コレクションで、多くの観客が、パレロアイアルを訪れて、オルレアンコレクションを鑑賞している。1727年に発行され、1737年に、再販された目録、パレロアイアルの絵画解説も、パレロアイアルを訪れる人々に、大いに利用された。この目録には、 絵画495点が記載されており、後にさらにコレクションに追加された絵画もあれば、コレクションから手放された絵画もある。オルレアンコレクションは、画家の流派や描かれている、モチーフなどとは関係なく、並べて壁にかけた時に展示した時に、最も効果的であると思われる順番で展示されていた。画家の流派に関係なく並べるという展示方法は、ピエール・クロザが、 自身のパリの邸宅でのコレクション展示方法と同じものだった。ただし、わい雑なモチーフを描いた絵画と宗教画が一緒に展示されるこの展示方法は観客から非難されることも少なくなかった。ユピテルとイオコレッジョフランス革命以前にオルレアンコレクションから手放された数少ない絵画の一つ。ただし、クリスティーナ女王が所有していた絵画は複製と 考えられている、オルレアンコレクションは、正規ルネサンス、後期ルネサンスのイタリア絵画、特にベネツィア派の作品で、特に重要なコレクションだった。スペイン王フェリペ2世の依頼で、ティーツィアーノが制作した、ポエジアと呼ばれる一連の古代神話連作絵画が、少なくとも5点含まれている。現在エディンバラのスコットランド国立美術館が、所蔵する、ディアナとアクタイオン。 ディアナとカリスト、ロンドンのナショナルギャラリーが所蔵する、アクタイオンの詩、ウォレスコレクションが所蔵する、ペルセウスとアンドロメダ、ボストンのイザベラ・スチュワート・ガードナー美術館が所蔵する、エウロペの略奪である。パオロ・ベロネーゼが描いた神話をモチーフにした連作4点は、現在ケンブリッジのフィッツ・ウィリアム美術館、ニューヨークのメトロポリタン美術館、そしてフリックコレクションに2点と、 各都市に分散して所蔵されている。同じくベロネーゼが描いた別の連作4点、愛の偶意は、ロンドンのナショナルギャラリーが所蔵しており、中央展示室に、ベロネーゼの他の作品やティツィアーノの、ボエジア3点、コレッジョの作品と共に飾られている。オルレアンコレクションには28点のティツィアーノ、12点のラファエロ、16点のベロネーゼ、 12点のティントレット、25点のアンニーバレカラッチ、7点のルドビコカラッチ、3点のコレッジョ、3点のカラバッジョなどの作品が収蔵されていた。現在では作者が別人だと考えられている作品で、当時でも作者が疑われていたものとして、ミケランジェロ2点、レオナルド・ダ・ヴィンチ3点がある。序盤にベリーニを除けば、15世紀以前の作品は、 ごくわずかだった。風車レンブラント・ファンレイン・レンブラントが描いた風景画の中で最も有名な作品の一つ、目録に記載されているフランス絵画は比較的少ないが、その中ではニコラプスさんによる一連の秘跡を描いた7点の連作と5点の作品が有名である。その他のフランス絵画として、現在ではメトロポリタン美術館が所蔵するフィリップ・とシャンパーニュの 絵画、同じく現在は、ロンドンの陸海軍クラブのクラブハウスや、ナショナルギャラリーが所蔵する、ウスターシュル、シュールがある。フランドル絵画では、ルーベンスの周作12点を含む、絵画19点、バンダイクの絵画10点、ダビッド・テニールスの絵画9点がある。オランダ絵画では、レンブラント・ファンレインの絵画6点、カスパル・ネッチェルの絵画7点、 フランスファン・ミーイリスの絵画3点があるが、当時に比べると、現在の評価は高くない作品群となっている。その他のオランダ絵画には、ヘラルト・ドーの絵画3点、フィリップス・ウェルマンの絵画4点もあった。レダと、白鳥・コレッジョ・フィリップ2世の息子類が切り付けた絵画。修復されているが、あとは残っている。フィリップ二世の息子類は、宗教的理由と軽い神経症から、 オルレアンコレクションの中でも特に有名な絵画の一つであるコレッジョのレダと白鳥をナイフで切り付けたことがある。さらにルイは首席宮廷画家シャルル・アントワーヌ・コアペルに対して神話をモチーフとしたコレッジョの傑作3点を切り裂くように命じたが、列片は保存されており後に修復された。これらコレッジョの作品は後にレダと白鳥は プロイセンのフリードリヒ大王が入手し、ダナエはベネツィアへと渡ったが盗難に遭い、最終的にはリボルノでイギリス領事が購入している。ユピテルとイオはおそらく複製であり、ベルリンのカイザーフリードリヒ美術館に所蔵されたことが知られているが、現在は行方不明となっている。フランドル絵画の何点かは1727年7月に、 パリで開かれたオークションで売却されている。1785年初めにオルレアンコレクションの絵画を元にした版画が予約生産の形で順次出版され、フランス革命時のマクシミリアン・ロベスピエールらによる恐怖政治家で取り留めになり、オルレアンコレクションの絵画自体が売却される事態になるまでに352点の版画が制作された。ロベスピエールの処刑によって、 恐怖政治が終了し、第一帝政に移行した1806年には、書物の形で、版画集が出版された。オルレアンコレクションの絵画の版画はこれ以前からも多く、制作されており、1720年代のパリの中流階級では、プッサンの秘跡を描いた7点の連作の版画が特に、人気があった。ティツヤーノが描いたマントバコーフェデリーコ2世の、 肖像オルレアン公爵海外にオルレアンコレクションの成立に関係する歴史的人物としてマントバの貴族ゴンザーガ家、特にマントバ公フランチェスコ2世とその息子マントバ公フェデリーコ2世が挙げられる。マンテーニャ、ジュリオロマーノラマントバ家の宮廷画家たちやティツヤーノ、ラファエロ、コレジョラにゴンザーガ一族が依頼して描かせた絵画は マントバ公国と神聖ローマ帝国との結びつきを深めるために神聖ローマ皇帝カール五世に贈与されることがあった。これら贈与絵画の中でも最も重要な作品とされるのが、後年パリでフィリップ二世の息子類に切り裂かれることになる神話をモチーフとしたコレッジョの絵画群である。バンダイクが描いたイングランドをジャールズ一世の 肖像十七世紀初頭には新生ローマ帝国は末期的衰退を見せ始め、新生ローマ皇帝のコレクションの多くが1625年から1627年頃にかけて熱心な美術品コレクターだったイングランド王チャールズ一世によって購入されている。チャールズ一世は他にもシスティーナ礼拝堂内部装飾タペストリーの下絵としてラファエロが描いた七点の ラファエロのカルトンやレオナルド・ダ・ヴィンチのドローイングなどを購入しており、ルーベンスやバンダイクラの重要な作品のパトロンでもあった。これら貴重なコレクションはイングランド内戦で1649年にチャールズ一世が処刑されると押収されて売却されてしまい、重要な絵画の中にはイタリアへ流出してしまったものもある。 そしてチャールズ一世のコレクションが売却された後に、マントバは、ローマ皇帝軍に侵攻され、残された絵画が戦利品として、皇帝の巨城プラハ城のコレクションに加えられている。マントバクゲコレクションの絵画の中には、ローマ皇帝コレクションから、スウェーデン王室コレクション、そしてオルレアンコレクションへと渡った作品もあり、1650年に、ロンドンで売却された際に、 フランス人コレクターに購入された作品もあった。フランス人コレクターが購入した絵画で、後年オルレアンコレクションに加えられた作品も見受けられる。例えば、ジュリオロマーノの、少年、ユピテルは、もともとゴマント爆ゲコレクションにあったもので、その後ローマ皇室コレクション、チャールズ一世、オルレ,レアンコレクションと所有が変わっている。そして、 ロンドンで売却された後に短期間フランスへと戻されてから再びイングランドに渡り、さらに後年の1859年になってロンドンのナショナルギャラリーが購入した。ピーター・ベイリーが描いたイングランド王チャールズ2世の肖像、川から救われるモーセオラツヨジェンティレスキチャールズ1世のコレクションの多くは1660年の 王政復古時にロイヤルコレクションへと戻された。1660年にイングランド王位についたチャールズ2世は父チャールズ1世のコレクションを取り戻すようイングランド中の画商に圧力をかけたがイングランド国外へと流出した絵画は変換させることができなかった。ルーベンスの正常時とドラゴンは正常時はチャールズ1世を助け出される姫君は 王妃ヘンリエッタ・マリアをそれぞれモデルにしており、チャールズ一世のコレクションの中でも重要な作品で、リシュリュー・数奇教のコレクションを経て、オルレアンコレクションへと加えられたが、1814年に、イギリス王女王子4世が購入して、ロイヤルコレクションに戻されている。グリニッジのクイーンズハウスに飾られていた、チャールズ一世の依頼で描かれたオラツヨ・ジェンティレスキのモーセの発見は、 1660年に、フランスからチャールズ一世の未亡人、ヘンリエッタ・マリアへと変換された。この絵画は50年後にオルレアンコレクションに加えられ、当時は、ディエゴ・ベラスケスの絵画だと考えられていた。もともと、ヨークシャーのカースル・ハワードに所蔵されていた絵画の、一つで、後に、ジェンティレスキーが、同じ主題で描いた、川から救われる。 モーセの存在がイングランドで知られるようになってから、ベラスケスではなくジェンティレスキの作品であると正確に同定された。モーセの発見は1995年に売却され、現在の所有者からナショナルギャラリーが太陽を受けて展示されている。オルレアン公フィリップ一世の最初の妻、アンリエッタ・アンヌは、イングランド王チャールズ一世と王妃ヘンリエッタ・マリアの娘である。 アンリエッタ・アンヌが所有していた小規模だが優れた美術コレクションの大半は取り戻したロイヤルコレクションの中から兄・チャールズ2世が1661年の結婚祝いに贈ったものだった。1670年にアンリエッタ・アンヌが死去するとこれらのコレクションはフィリップ1世が相続した。天の川の起源ティントレット1800年にロンドンで50ギニーで購入された絵画。 新聖ローマ皇帝ルドルフ2世が所有していた絵画だが、スウェーデン王女、クリスティーナの手には渡っておらず、ジャインイコール・バプティスト・コルベールのコレクションを経て、オルレアンコレクションとなった、フィリップ2世の早々オルレアン公ルイ・フィリップ2世は膨大な遺産を相続していたが、賭博で身を持ち崩し、 絵画のオルレアンコレクションと同様に評価が高かった、インタリオのコレクションを1787年に、ロシア女帝エカチェリーナ2世へと売却した。さらに1788年には、クリスティーズの創設者、ジェームズ・クリスティーが組織したシンジケートから、オルレアンコレクションを売却する、よう、本格的な交渉を何度も受けている。 クリスティは10万ギニーでオルレアンコレクションを入手しようとしたが、イギリス王大,大使ジョージとジョージの弟ヨーク公、フレデリック、クラレンス公はウィリアムが合計1万7000ギニーをルイ・フィリップ2世に融資したため、クリスティの交渉は失敗に終わった。同時代の銀行家でアンティーク収集家でもあったドーソン・ターナーの意見では、イギリス王室がオルレアンコレクションを分割して、 その大部分を入手しようと考えたのではないかと、している。1792年に、ルイ・フィリップ2世は147点のドイツ、オランダ、フランドル絵画を、イギリス人画商トーマス・ムア・スレードに売却している。スレードは二人のイギリス人銀行家と、スコットランド貴族の、第七代キナード教、ジョージ・キナードからなるシンジケートの一員で、35万。 リーブルで購入したこれらの絵画を売却するためにロンドンへ持ち込んだ。この時、フランス人芸術家やフランスの一般大衆、さらにはルイ・フィリップ2世の債権者たちからフランス国外への持ち出しについて大きな反発を受けていたため、スレードは絵画をリクロカレーまで運ぶと虚偽の発表をしており、 実際は絵画を屋印に紛れて、船に積み、セーヌ川からルアーブルへと輸送している。1793年4月に、ロンドンのウエストエンド、ペルメル街125番で、これらの絵画の展示販売会は、入場料1シリングで開催された。1日あたり2000人以上の入場者があり、絵画は様々な客に売却されている。 賢明と力のグイパウロベロネーゼモとは神聖ローマ皇帝エルドルフ2世のコレクションだった1792年にルイ・フィリップ2世は残りのオルレアンコレクションすべてを衝動的にブリュッセルの銀行家に売却することにしたルイ・フィリップ2世は1793年4月に捕獲され11月6日にギロチンで処刑されるがその間にも 絵画売却の交渉は続けられていた。新たな契約が結び直され、コレクションは75万リーブルで、ブリュッセルの銀行家、エドアール・バルキエルが購入した。バルキエルは購入したコレクションをその日のうちに、いとこのラボルド・コージャン・ジョゼフに転売し、莫大な利益を上げている。ジャン・ジョゼフは、優れた、美術品監視祈願を備えた人物で、オルレアンコレクションを、 フランスの国有コレクションに加えることを望んでいた。しかしマクシミリアン・ロベスピエールらによる恐怖政治で、ルイ・フィリップ2世と同様に、ジャン・ジョゼフの父も処刑され、身の危険を感じた。ジャン・ジョゼフは1793年に、コレクションと共に、ロンドンへと亡命した。オルレアンコレクションは、その後5年間ジャン・ジョゼフと共に、ロンドンにあった。 その間イギリス王女ージ三世と首相ウィリアム・ピットによるオルレアンコレクションをイギリスの財産にしようとする水面下での企てもあったがいずれも成功していない最終的にオルレアンコレクションを購入したのは石炭で莫大な富を築いた第三代ブリッジウォータ公ー爵フランシス・エジャートンそのおいでエジャートンの遺産相続人でもあった後に 初代サザーランド公爵を受け釈する、ガウアー博、ジョージ・グランビル・レベソニー・コール・ガウアー、第5代、カーライル博、フレデリック・ハワードによるシンジケートで、1798年のことだった。コレクション購入に主導的な役割を果たしたのは、おそらく、レベソニー・コール・ガウアーで、購入代金43,500ポンドのうち8分の1、ハワードが4分の1、エジャートンが残り、 全額を出資している。パリスの審判ピーテル・パウル・ルーベンス・フィリップ2世がフランスで購入した絵画、エジャートンらが購入したコレクションは1798年に7ヶ月間一般公開されている。コレクションのごく一部の絵画の売却も目的としており、ペルメルガイストランドにあった美術師屋で合唱のマイケル・ブライアンのギャラリーで開催された。入場料は2。 六ペンスで、当時のこのような催し物の入場料としてはごく一般的な金額だった。最初に公開されたコレクションを目にした、イギリス人随筆家、文芸批評家のウィリアム・ハズリットは、これらの絵画を目にした時には思わずふらついてしまった。経験したことのない感覚に襲われ、まるで見知らぬ楽園と地平が目の前に広がっているようだったとしている。 その後1798年、1800年、1802年と、オルレアンコレクションの絵画売買のオークションが開催された。画商の仲介のないオークションだったため、比較的低価格で購入可能だったが、出品された305点の絵画のうち94点は売れ残った。ただしこれらの絵画については、出品したシンジケートが、 毎回故意に売買を成立させなかったと考えられており、今日でも最夜の接種財産として伝えられているものが多い。すべてのオークションでの絵画売却額と入場料の合計額は42,500ポンドに上り、展示会とオークションにかかる諸経費を考慮しても、シンジケートが自分たちの手元に残した絵画は、ジャンジョゼフから非常に安い価格で入手したことになった。 カーライル伯爵家の居城であるカースル・ハワードには、もともと15点のオルレアンコレクションの絵画が存在していたが、売却、寄付、火災などによって、コレクションの多くを失っている。一方で、ブリッジウォータ、サザーランド家のコレクションはほとんど王子のままに、残されている。海から上がるビーナスティツヤーの2000年に、ブリッジウォータローンから、 スコットランド国立美術館が購入した当時のロンドン絵画市場はフランス革命の影響でフランスから持ち込まれたコレクションとナポレオン・ボナパルト率いるフランス軍によるネーデルラントイタリア侵攻で略奪された絵画で溢れていた昔のコレクターに関してよく言及されることではあるが現代人から見れば当時のコレクターの絵画売買には疑問が残るケースが多い 例えば、あるコレクターは、ミケランジェロの絵画に点をわずか90ギニーと52ギニーで売却している。ティツヤーノの作品が投げ売りされた一方で、ボローニャ派のバロック絵画は、ラファエロの後期の作品と同様に珍重されている。バトーの作品が11ギニーで取引される一方で、ルドビコ・カラッチの作品にはオークションで4000ポンドの値がついた。 この時のオークションには33点のカラッチの作品が売れているが、ベリーにカラバッジョの作品には買い手がつかなかった。現在では当時のロンドン絵画市場で取引された絵画の多くは追跡が不可能で、多くの絵画が無名の画家による作品か単なる模倣者による作品だったと考えられている。外して優れた作品には適正な価格が付けられたが、 中には、年代とともに価値が暴落している作品もある。1798年に60ギニーの価値があったカラッチの絵画が1913年のオークションでは2ギニーまでしか値がつかなかった。トーマス・ムワスレードとラボルド・コージャン・ジョゼフがロンドンへと持ち込んだオルレアンコレクションの絵画は様々な階級の富裕層が購入した。購入者の大多数は イギリス人だったが、フランスが引き起こした戦争を避けて、ロンドンへ身を寄せていた、外国人もいた。スコットランド系オランダ人銀行家、トマス・ホープは、ナポレオン戦争のために、ロンドンへ避難していたが、後にホープダイヤモンドの所有者として、有名になる、弟のヘンリー・フィリップ・ホープと共に、現在フリックコレクションが所蔵するベロネーゼの絵画2点と、ミケランジェロ、ベラスケス、 キーヤノの絵画を購入しているその他にオルレアンコレクションの絵画を購入した著名人として、後にそのコレクションが、ロンドンのナショナルギャラリー創設の基礎となった、ロシア系ドイツ人保健ブローカーの、ジョン・ジュリアス・アンガースタイン、第四代、ダーンリー・ハク・ジョン・ブライ、初代ヘアウッド・ハク、エドワード・ラッセルズ、EN、エドワード・ラスケルズ。ファースト・アール・オブ・ヘアウッド、後に、 一族のコレクションがフィッツ・ウィリアム美術館として創設された第四代フィッツ・ウィリアム博、ウィリアムなどがいる。イギリス人美術史家、ジェラルド・ライトリンガーの分析では、イギリスに持ち込まれたオルレアンコレクションのうちイタリア、フランス絵画の主要購入者の階級、職業は次のようになっている。ライトリンガーは、この購入者の分析の説明として、 他のヨーロッパ諸国とはかなり異なるさらに税金を徴収する側の支配層が主要な美術品コレクターだった革命前のフランスとは全く異なっていると述べているディアナとカリストティツヤーのサザーランドコレクションからスコットランド国立美術館への太陽絵画でロンドンナショナルギャラリーとの共同購入が計画されているオルレアンコレクションの購入から5年後にブリッジウォータ港 フランシス・エジャートンは死去し、遺産相続人だったオイノ・ガウアー博、ジョージ・グランビル・レベソニー・コール・ガウアーが、コレクションも相続した。レベソニー・コール・ガウアーは相続した絵画と自身の、絵画の一部を、ウェストミンスターのクリーブランドハウスで、限定公開した。レベソニー・コール・ガウアーの絵画コレクションは300点以上に、上り、そのうち50点程度が、オルレアンコレクション由来の作品で、 当時は、スタフォードギャラリーの名前で知られていた。クリーブランドハウスが1854年に改築された時にブリッジウォーターハウスと改名され、それ以降は、ブリッジウォーターギャラリーと呼ばれている。1803年に、ギャラリーとして創設され、夏の4ヶ月間の水曜午後に限って、一族の友人あるいはロイヤルアカデミー・オブ・アーツから推薦を受けた。 芸術家のみがギャラリーを訪れることができた。ジョン・ジュリアス・アンガースタインが購入したオルレアンコレクションの絵画も1824年からペルメル街のアンガースタイン邸で公開され、後に最初のナショナルギャラリーとして使用されている。ディアナとアクタイオン・ティツヤーの2009年に買い上げられるまでブリッジ・ウォータコレクションの一部だった1939年9月に 第二次世界大戦が勃発し、ブリッジウォーターハウスのコレクションは戦火を避けて、ロンドンからスコットランドへと移管されている。1946年から、オルレアンコレクションの絵画16点を含む26点の絵画が、エディンバラのスコットランド国立美術館へと対応されている。これらの絵画は、ブリッジウォータローンあるいは、サザーランドローンと呼ばれている。 2008年までに太陽絵画のうち五点の作品がスコットランド国立美術館が購入した。ブリッジオータコレクションは2000年にサザーランド公爵を継いだ第7代サザーランド公フランシス・エジャートンが相続した。しかし2008年にエジャートンは自身の資産を多様化するためとしてコレクションの絵画数点を売却することを発表した。 エジャートンが最初に売却を提案したのは、ティツヤーノのディアナとアクタイオンとディアナとカリストで、イギリス中の国立美術館に2枚一組で1億ポンドの価格を提示した。この提案に対しスコットランド国立美術館とナショナルギャラリーが共同購入を申し出て、まずディアナとアクタイオンを3年分割の5000万ポンドで、 購入することと、ディアナとカリストも2013年から同様の分割払いで共同購入する予定であると発表した。購入資金を集めるためのキャンペーンは各メディアから好意的に報道されたが、エジャートンの言動への非難の声もあり、ロンドン芸術大学総長、ナイジェル・キャリントン、元同大学会長、ジョンツサから奨学金を受けて、 芸術を勉強している学生たちへ悪影響を及ぼすと批判されている。2009年にディアナとアクタイオンの購入資金5000万ポンドが準備できたという発表があり、5年ごとにスコットランド国立美術館とナショナルギャラリーで交互に展示されることが決定された。2011年現在でもディアナとカリストの購入資金寄付の呼びかけは続いている。 その他、絵画館、美術史美術館、アルテ・マイスター絵画館、ジェイ・ポール・ゲッティ美術館、ルーブル美術館、イザベラ・スチュワート・ガードナー美術館など、ありがとうございます。